どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、えー、今日は12月21日ですね111、えー、回目1並びの配信に、ね、なります。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうもボ、えー、ボビビーーアトレザーのボビーです、えー、大阪のですね、えー、ボビー・アトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、えー、早いものであれですよあと10日ですよね <laughs> 2020年も、えー、今日は12月21日ということですね21日ということでですねあの当時の日ですかね冬に書いていたるあの24節 の一つう <laughs> んんでるけど、まあ北半球ね北半球に住んで日本やからねえ一番夜が長く昼が短い日っていうねほんとにあの何ん,んですかあの夏と比べたらですねえ例えばもう今もう晩の夕方の五時ぐらいになったらもうこうねなんかちょっと人恋しいというかあねあの 帰りりが早くなななるような、ねまあ、そういうそい気分になりますよね。か、え、ら、ーまあ、僕の場合はあのずっと <laughs> このね、えー、アトリエの空間にいるんで、えー、まあ同じような感じの1年ですけど、まあ、着るもんが変わってくるぐらいでね <laughs> T シャツからだん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 増えていってね、まあまあ、撮影するのに、ね、今こうね、えー、ジャケットをね羽織ってますけどね。まあ基本的にはあの スウェットとか、まあ、あのパーカーですかねボ,リボビアドレザーのパーカー着て、えーね、あの作業してますけどね。でまあ,あのそんな感じで、えーまあ、もう今日もお、まあ、今週も、まあ、今週ですよね1週間あクリスマスもあるしいろいろ盛りだくさんですね、えーまあ、今年はほんまにあのオンラインとかの,、ね、の時代にね僕でさえこういう配信をしてるぐらいですからね。 でまああの何て言うんですかライブにねよくコンサートをよく見に行ってたんですけどあの月に何回かねあの大阪に地元に来た時に行ったりとかやったんですけどライ,ライブ配信でこ,うこのパソコンでねあのライブ配信を見る。 機会が増えました、ね、まだもう,あのそうあのチケットの買い方とかがあ,あんまり明るくないんですけどねあの一回申し込んだことがあるようなところでしかなんか用、ね、できへんがあのちょっとあの躊躇してしまうというかねあのどうやってやってなんやろうとかってあの <laughs>、うん、まあそういうのがねもっとスムーズにもう,もうちょっと軽やかになるような時代が多分来ると思いますけどねこういう、うん、最初は何でもこう,こう、ね、そうじゃないですか。 あのホームページやってで今でこそもうあの、ねままあ、毎,毎日更新ちょっとできてないですけどおーホームページをねあのブログをこう書いてたりしながら思うんですけどもう僕がもう10年以上前に始めた頃はなんかこうホームページビルダーいうとかね僕はバインダーっていうやつをなんか数万円で買いましたね、うん、電気屋でパソコンショップかな結局1回も使わずじまいで終わりましたけどね。 うん、結構な値段しましたけど、まあ、なんあの専門用語ばかりで何用語わからない何残っちゃわからんし今はまあ、ね、割とその僕らみたいなんでも何とか使えるようなあの、ね、イメージすることがちょっとずつこう形にできるような感じで、えーね、やってくれてたりするんで、えー、助かってますけどねなんか本当にこう,じ、まあ、こういう今もは配信しているこのおな何ですかこれ、えー、OBS か、うん、でもねあの なんか、僕でも、こう、なんとかこ、こういう感じはできるような感じになってますからね。あとは、こま、細かいことは、僕もわかりませんけどね。うん。ね。あ。坂部さん、ありがとうございます。ね、あ、あの、毎度です。こんにちは。ね、いつも、あのー、コメント残してくれるのが、ありがたいですね。えっ、ー、と、今日はですね。まあ、あの、ちょうど、まあ、ずっと思う、まあ、政策を。いろいろ、こう、日に日にや。あのー、させてもらってるんですけどね。えー、その中ですね。えー 今もちょっとハットを作ってましてね、えー、そのちょっと歯切れが手元にあるんで、えー、ちょっとね今日はあその素材のね、えー、魅力っていうか、えー、こ,これですね、えー、プルアップレザーですね、えー、まあこれ黒,黒色のレザーですけどね今ちょっとこれ歯切れで申し訳ないですね、うん、あの何がちゃうねんって感じでしょうね,ね初めて見る方でしたらね、えー、これはですね 馬の皮なんですけど、まあこの素材自体はね。あのー、ポーランドっていう国は僕行ったことないですよ。ポーランドのにはまだその農耕馬って言ってね。あの要はあのー？なんかこう？非農場とかであの？競走馬じゃなしにね。こう。 畑を高やしたりとかそれに使っているようなまあまあでかい馬でしょうね多分普通の僕はあの馬がいろいろ馬の皮ねあの使ってるんですけどねまあこここ,これもそうです馬の皮ですよ <laughs> あの元々このこのこれ今こう着てるこのレーザージャケットのねの素材はですねあの A2 とかそういうね、えー、アメリカメえー、ミリタリー系のね あのレ,プリカジレプリカの,あのレジャケットで使われている素材をですね、えーまあ、同じものをね使ってて、まあ、それに、えー、こういうエキゾチックレザーとかねこ,こ,こんなにねしたり、えー、してますけどね、うんまあこ,れまあ、これもこれもまあそれと比べたらやっぱ大きいんですよね面積が。うん、でその中でもいろんな仕上げ方があるみたいでねでこれはプルアップレザーと言っていってんていうかな ここうこれどうどしたらいいかなあのねえー、こうまあこうぎゅっと折りこう折った時に、えー、ちょっとわかるかなこんな感じでこうなんていうかこう触ったりこう,こうね関節例えばまあこういう関節があるような曲がるところがあるでしょこう動くとことかそういうところにねこ,うこうオイルがですね、えー こうよって,てね、真っ黒なもんやけど、こういう色ムラができるんですよ。なんかちょっとこう育った感、育った感じで、でま使っているうちにオイルが、まあ要は油分が多いというか、あねそういうワックスかなんかあれをこうふんだんに含まして仕上げたこうレザーなんですね。だから表情がですね、すごいこういい感じで育ってくるんですよね。あのー。 例えばまあ、まあまあ、本当まあ馬がこれ天然なんでこうここうこういう穴が開いてますけどねこういうねうん、あのこれはあの初めからこうビリッとこう開いてるわけですよ。まあまあ、僕の場合だったら割とこういうのをねあのバッドボリスとかああいうのを作る時はこういうふうなあ箇所をですねあのあえて生かしてねあの天然にこう開いてる穴をねそこにこういろいろこう。こう コラージュしてです、ね、いろいろこんなにここに例えばあ蛇の皮とかエイとかをねこう挟んでインレイにしてみたりとかねそういうふうにして、えー、使ったりしますけどねまああのーまあ、ちょっとまあ癖のある皮ですけどあのねまあ僕はこ人ちの好きですねあとこれでハットも何個か作らせていただいてやっぱかぶってもらってるうちにですねなんとも言えんあの表情が。 あこう生まれるんですね同じあのまあこれ、えー、これカットしてるとこれ皮紐もこう作ってるわけですよまあボビアテルズの皮紐をねこうかがっていくんでその時にねあのー、このこれでするでしょほんこうどう,う今黒いねこれこうミュウと伸びたらこうちょっとこうグレッシュになるっていうかあのちょっと細いところ引っ張ってみようかね ニュッとこほほらほらかかる分かるちょっとほらグレッシュになったやろギュッとこういう感じで,ですね同じレザーなんですけどちょっとこう見たら分かるかなちょっとほらわからあ分かるかなちょっとほら色が色のトーンが変わったでしょそういう感じでねあのこう立体感がねまたあ変わってきますね うんまあ、これもあのアトリエには今これ,もこれもブラックで、えー、ブラウンとあとタン,タンっていうかあなんていうの、えーまあまあ、キャメルかな、うん、キャメル色がまあ,あ結構使っててで今年はね結構このブラウンは結構使いますってね、うん、ブラウンもなかなかいい感じなんですよ。でやっぱ財布とかでね、えー、これ使ってもまたええ感じでねあのこう。 折りり曲げたりするでしょこうやってこうやって <laughs> 折り曲がるじゃないですかパタパタねあの要はこうこうふたふたつにならないけどやっぱこうこういうねこう例えばこう筋ねこういう感じでちょっとこうあの色が色が変わるんですよねこうやってほらおおお折り目のねこういう感じでねあのどん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 こう触ったら触っただけあのね育ちがいいっていうかあのそれ自分の なりの表情がね、生まれてくるわけですよ。うん、これね、あのーは。僕は、まあ、今、自分の個人のものでは、今、まあ、使ってるって、まあ、使ってるかな。あ,あの、もう。すごい、あの、手帳はずっと10年以上使ってますけど。あの、システム手帳のカバーですね。英語サイズのでっかいの。それは、ずっと使ってます。ものすごい,い、いい感じで、まあ、まあ、いい。 あの悪く言えば傷が目立つみたいな感じに見えるけどえっと僕個人としてはものすごいいい感じに深みが増したという感じになりますねテリテリになってますしねうんそんな感じでねえそのシステム手帳はね何回えっと何個か作らせてもらいましたねあの僕のホームページをご覧いただいた方で「同じようなってできますか?」ということでねご相談いただいて。 うんあ思い出すなあのお父様のね、えー、還暦祝いかなお誕生日祝いだったかなその祝いで、えー、父に、えー、手帳カバーをシステム手帳のカバーをの送りたいんですけどということでね、えー、ご相談いただいてね、えー、それでもう喜んでね作らせていただいて。 うん、なんかそういう,う心温まる気持ちになったこともありますしね、うん、あと去年ょっとし去年くらいかな、うん、あのシステム手帳もね同,同じようなそれをそのブログ記事をまたご覧いただいた、えー、か方からですね、えー「同じのってできますか?」ってまあまあ,あのレザーなんであのこうオプションっていうか何て言うのワニを這わしたいっていうかね ワニと同じワニはちょっとないんでということで、まあ、それはメールでやり取りさせていただきながらね、うん、で制作させていただきましたね多分今頃すごくいい感じで、えー、レーザーがねこのプロアップレーザー,のーで作ったね、えー、いい感じの味になってると思いますよ、うん、あのー、でまああとまあまあハットもね作らせていただきましたねあとジャケットですね、うんあのー、制作させていただいて。

そういうい感じで、えー、制作をさせてまいました、ね、もうい、うん、そっからあで今もおそのブログを読んでまあ今、まあ、ハットをね、えー、その方のオリジナルのおサイズニングの,の型,あ型紙を作ってですね、えー、今制作真っただ中ですねなん、えーね、とかクリスマスまでにはお届けしたいなと思ってます、えー、そんな感じでねもう今日はあこのレーザープルアップレザーね馬これは馬の皮の,のプルアップレザーのね えー、お話をですね、させていただきました。ねえー、本当にね、えー、これはいいですよあ。宮城さん、ありがとうございます。こんにちは。ね、今日はね、なんかこう。うこういう季節になる。年末、もう年末な感じなですかね。もう多分、せわし,しいと思いますね。うんまあ、僕もね、本当に、えー、年,年末というだけで、なんかそわそわしますけどね。まあ、昨日は久しぶりに m 1をテレビで見ましてね。 1> 1年経つもうなかなかテレビも見る時間もねあのリアルタイムでなるべく見たいなと思ってえ一旦たんねあのアトリエを出てえでテレビやるとこ行ってね見てでまたあの夜こう戻ってきてねえ夜な夜な制 <laughs> 作をねえしてたんですけどうんまあ,あのそんな感じでね1年が何だかあっという間なと思うしうん今年そういえば ねえあのー、テレビを見る時間がすごく少なかったなと思いますね僕,僕個人的にはね、うん、テレビテレビつけても何て言うんですかアップル TV ってうの四角いちっちゃいですねあれで、えー、なんかこう YouTube 見たりとか,、うん、なん,かすなんかその時間関係なく見れるものばっかりになってきましたけどね、うん、皆さんどうですか <laughs> ね。うん でまあ、あのー、ねもう本当とに、えー、もう,うかうか風もひけ,ひけませんからねちょうど去年の今頃はですね、えー、ちょうどキッスのコンサート行って帰ってきて、えー、ちょっとどっと疲れたんじゃないいろんなことがこうあったんで,であのー、ずっとなんか,なんかこ本調子が出えへんなと思ってもうおお、ね、あの大晦日までね毎年そんな感じでねあの元旦にカクンと来ても来るんですけど。 うん、もうあのもう2020年から2021年かけてはですね、えー、うかうか風も引けないということでね何、えー、ですかもうあのヘルシーに <laughs> 生きてますけどねうんまあまあこういうことをしてたらあの風も引けませんからねまあ、まあ、まあそれはそれで、えー、もうもしあのねあなたもおまあこのなるべく続けようかなと思いますけどねうんまあまあ多分あのき気持ちが張ってるんで思います。<laughs> ねあとまあまああのこういう配信をするわけで,ですね、えー、しゅし、えー、笑顔のになるような気がしますねあのこれ辺がいつも釣ってますね <laughs> うんでまあ作る時ももうあのなるべくこうニコニヤニヤ一人でねここのアトリエでニヤニヤしながらですねやってますけどねまあそんな感じで、えー、今日はアップルアップレザーのお話のね、えー、最初も,もらいました。 111、ね、というなんかこう弾むような感じでなんか1並びってえー、えー、なーとも今日思いましたし1週間の始まりはしねでなんか12月21日で1221ってんかえー、なんかえー、やん <laughs>、ね、そんな感じで今週をね、えー、皆さん、ねえー、元気で、ね、乗り切っていきましょう。それではあのー、今日も <laughs> 何を言おうとしたいの今日もね、えー、最高の一日をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ